声優の星総一郎、平山俊役、福田土の土蔵監督、中俊和プロデューサーが1日、アニメ映画、機動戦士、ガンダムシードフリーダム、1月26日公開の特別版上映第2弾記念舞台挨拶に登壇した。途中、この日は欠席だったアスランザラ役の石田明からの手紙が MC から読み上げられた。そこではオリジナル版公開時の舞台挨拶でもファンの皆さんのシードに対する待望の気持ちは重々感じていましたが、こうして特別版が作られ、それがまた劇場公開され、大勢のお客様に見に来ていただけているという状況に、改めてシードに皆さんから寄せられている期待と熱さを感じています。そしてそんな作品に関われた幸運に大変感謝していますとしみじみ。